起福の耳寄り広島。広島市民の皆さんに暮らしに役立つ耳寄りな情報をお届けしている鈴木福の耳寄り広島、キャスターの鈴木福です。今回のテーマはこちらです。今の季節は屋外でバーベキューを楽しむ人もいらっしゃると思いますが、同時に食中毒が多く発生する時期です。特に肉が原因となる食中毒について、家庭でできる予防方法と外食の時に気をつけるポイントについてご紹介します。今回はお肉が原因になる食中毒についてということで、いろいろなお肉がありますが、どういった食中毒に注意が必要ですか？お肉といえばカンピロバクター食中毒です。カンピロバクターとは動物の肉についている細菌で、少量の菌でも食中毒を発生します。菌が体内に入るとおよそ2日から1週間の潜伏期間を経て、腹痛や下痢、発熱などの症状が現れ、子どもや高齢者など抵抗力の弱い人は重症化することもあります。特に鶏肉が原因になることが多く、広島市の調査によると、市販されている鶏肉のおよそ8割からカンピロバクターが検出されています。何か気をつける点はありますか？カンピロバクターは熱に弱いので、肉の中心部の色が変わるまでしっかり加熱することです。菌は中まで入り込んでいることがあるので、このように表面は焼けていても中に火が通っていないと危険です。レアな肉料理や加熱不十分な低温調理品で食中毒が起きています。外食の時にも注意が必要ですか？はい、カンピロバクター食中毒のほとんどは飲食店で発生しています。鶏のたたきや鶏刺しがメニューにあることもありますよね。新鮮で美味しそうですけどね。先ほどもお話ししましたが、ちゃんと火が通っていなかったり低温調理したものはリスクが高くなります。新鮮だから大丈夫ということはありません。しっかり加熱していないものは食べないようにしましょう。生肉を触った箸や手で、サラダなどの生で食べる他の食品に触れないこと、生肉を扱った調理器具や手はしっかりと洗浄することもポイントです。新鮮だから大丈夫とか、表面を加熱していれば安心ではないということがよくわかりました。平成9年度から19年度生まれの女性に対する HPV ワクチンのキャッチアップ接種は来年3月末までです。合計3回の接種を完了するため、夏までに接種を開始しましょう。カンピロバクター食中毒を予防するためには、しっかりと加熱をすること、そして生肉を扱った器具や手で生野菜などを触らないということを徹底してください。外食の時にも注意が必要ですよ。ザ・広島ブランド認定特産品の中からご覧の商品を抽選で1名の方にプレゼントします。番組ホームページから応募してくださいね。ここをカメラで撮影するとおみくじが引けますよ。何が出ましたか？それでは良き1週間をお過ごしください。また来週。